三段製造塔、タスマニア、クリフトンヒルの三段製造塔、メルボルン。三段製造塔、イングランドのブリストル。メルボルンセントラルショッピングセンター内のクープス。三段製造塔、アイオワのダビュークにある三。三段製造塔。三段製造塔とは、溶けた鉛を落として、三段を製造するための塔である。三段は水を張った容器で受け止められる。は、 重火器の投射体として用いられる。三段製造灯の内部では、鉛が溶けた状態まで加熱されており、この後、製造灯上部の銅製のふるいを介して落下させられる。液状の鉛は表面張力によって小さな球状の粒へと変形し、さらに落ちて固体化する。部分的に冷却された球体は、製造灯内の床に設けられた水を張った容器によって受け止められる。 完全に冷却された球体は丸みを測った後に、サイズによって振り分けられる。これらのうち、丸くない品は再び溶かされる。丸みを測るには、わずかに傾斜した台が用いられる。大きな寸度の散弾を作るには、より大きな穴の開いた、銅製のふるいが用いられる。ただしさい体形は、塔の高さによって制限されるが、これはより大きなサイズの散弾を冷却するために、 もっと長い距離を落とさねばならないためである。ごく少量のグラファイトによる研磨は、潤滑と酸化防止のために必須である。製造法は、イギリスのブリストルにおいて、ウィリアム・ワッツが開発し、1782年に特許となった。同年、ワッツは、ブリストルのレッドクリフにある自宅を、最初の三段製造棟に作り変えるよう試みた。三段製造灯は、 三段を型で鋳造するというコストのかかる初期の製造法や溶けた鉛を水を詰めた樽の内部に滴らせるという精度の悪い球体しか作れない技術を置き換えるものだった。三段製造等では大きな径の三段が製造できず、これは切断した鉛の白片を丸くなるまで樽の中で転がすことで製造された。ウィンドタワーの技法は1848年に特許となった。 出願者はニューヨーク市のティーオーリロイカンパニーであり、冷却された空気を吹きつけることで必要な落下距離を劇的に短縮した。これは背の高い塔が必須ではなくなったことを意味したが、1880年代後半まで多数の製造塔が未だに建造されていた。二例の日時では1916年及び1969年まで稼働している。 1960年代、ブリーマイスター法がより小さなサイズの三段を作るために用いられ、またより大サイズのものは、ある一定の長さに調整されたワイヤーを半球状の型に入れ、これを圧縮して球状にするという冷間炭造で製造されるようになった。鉱材の枠で囲まれた頃にあるアムニッションカンパニーの製造棟、ニュージーランドのオークランド、ありがとうございます。